こんばんは。ちょっとこういうネタはあれだったかな？準備しすぎたかな？こんばんは。こんばんは。すいません、こういうネタさっき思いついたんでやってみました。いかがでしょうか？どうでもいいか、そんなことは。大阪ですか。こんばんは。やったー。引っかかった。ドッキリさんいらっしゃいませ。わざわざ仕込んでました。明日これ枠説明見てください。よいしょ。よし。あれ？白く飛んでるな。あんまり見えないな。よいしょ。持ちのため。そう、畳部屋です。10分ぐらい。ってことで。すいません、お待たせしました。どうでもいいネタでだいぶ潰しましたね。よっと。まあ。よっと。ああ。いや、まだ酔ってないです。これからです。よし。で、今ここにいます。いちご製菓。投げた。あれ、段ボールに貼り付けて作ってきたんですよ。基本的に100均の材料とか、あとアマゾンの空箱とか使って作りました。感じの作。こんばんは。夕飯美味しかったですね。夕食は、靴下ネタか。よし。ちょっと外気温が結構低いですね、今は。古い旅館、これからの中をちょっとこっそり見せますんで。こんばんは。さっき夕食はですね、夕食は、いらっしゃいませ。夕食はどっちの方が次、こうか。他に、いや、結構いるみたいです。みんな部屋からあまり出てこないんですけどね。まあ、民宿だから。うわ。あ、リエさん、こんばんは。しまった。勝手に今シャッターボタン押して立ち上がった。で、この絵は何だ？ あ、夕食、ありがとうございます。シャッターボタン押して、再生モードが切れた。夕食はこれです。ラーメンと豚キムチ丼のセット880円。ってことで、夕食はこれでした。少ないかな。気仙沼。あと見せるもあったかな。まあ、とりあえず部屋の様子ですかね。サミット会場は電波は、取り合いになってるかもしれない。よっと。よいしょ。伸びる。よっと。地のものじゃないですね。まあ、昼間回線取ったから。で、部屋の中の様子。部屋配信です。ピントこんな感じかな。大広間で寝ることになるって話だったんですけど、空きができたんですかね。普通の部屋に泊まらさせてもらってます。素泊まり4000円。ちょっとこれ手動で、これで固定フォーカス。お風呂入りました。お風呂も後でちょっと見せたいんですよ。ここのお風呂ですね。建物の中にそぐわない新しく綺麗なお風呂なんで。言っちゃ失礼だけど、なんか、この建物らしくないお風呂がついてるんで、この中。こんな感じです。で、一人でこれですからね。一人で泊まるにはかなり広いですよ。トルコ風呂。あ、そうそう、ストーブありますね。ストーブと、エアコンはないのかな。あ、そうそう、押し入れないんですよ、これ。よく気がつきましたね。私もさっき押し入れに隠れとこうかと思った。気仙沼市です。10畳、1、2、3、4、5、6畳かな。どうだろう。1、2、3、4、5、6かな。ここは被害の目の前です。この建物自体は被害なかったのかな。外の様子はちょっと ボリューム切ってから後で外見せに行きますんで。ストーブ、まあなかなか寒いですね。
何がどうだった？あ、三三商店街。食べ物の店が多くていいですね。で、明日、ちゃんと配信できるかどうかまださっぱりわからないんだけども、看板作ってきました。アマゾン段ボール再利用。こうか、こうか、こうだな。畳落ち着きますね。ということで、あとは、あ、そうだ。中見せるのどうしようかな。結構声が響くんですよね。結構ありますね。ちょっと待ってください。棒読みちょっと小さくして。今外人誰か通ったな。よっ。あ、じゃあもう中見せるか先に。ちょっと待ってくださいね。まずは、ポタファイ持って、ポタファイ持って、あと、コーヒーカップ持って、よっと。チラッと。裸で、どうしようかな。先にまずお風呂見せに行こうかな。お風呂が綺麗なんですよ、ここ。コミナンバー。あ、コミナンバーというか、持ち放送の放送 ID は、この番組のタイトル、アクセス面に書いてますんで。リンク確か飛びますよね、リンクで。で、お風呂。よし、これ大丈夫。お風呂どうかな。お風呂入り口、ここ。ここお風呂入り口です。中2階みたいなところかな。電気ついてないかな。人がいたらまずいんだよな。これでなんか女性物の下着とかあったらやばいんだよな。お、開いてる。はい、こんなところ。なんでこんな新しいんだここの風呂。こんな感じ。まあ、壁なんかは塗り直した跡があるんですけど、ね、明らかにやたら広い。しかもこのリッチ何一体。新しいですよね。湯船もでかいんですね。で、こっち側に、脱衣所というか、脱衣所と廊下がですね。あ、で、ここ一旦閉じて、一人で入りました。この手もいい感じなんだよな。この、閉めるとガシャーンって音がする。ガラスのガシャーンって音がする。で、なぜかこっちにも出入り口がある。で、こっちの出入り口から、そうするとなぜか部屋の前に戻ってくる。さっき私はこの廊下を行ったんですよ。この廊下行って半分下ったところの入り口からお浴槽入あのお風呂入って、で別のお風呂の出口から出て中2階っぽい廊下をこう来て上がってくるとここに戻ってくるという。どうすかここ面白いでしょ。もう一回で、さっき途中にこのコーヒーネタがあるんでそれも面白いですよね。あ、人がいる、やばい。ダメだ、女性がいる。今出られない。今できない。他のお客さんがいた、女性がいた。多分ですね、多分この後あの人は洗面所の用事を終えて上がって部屋に戻ると思うんですよね。まだやってるな。じゃあ後回ししよう。
ああ落ちた。コーヒーカップの白いとこだけ落ちた。あとでちょっとコーヒー組みに行きますね。女性さん、さっきの人かな。さっき一応挨拶した人がいるんですけどね。というわけで、もうちょっと声を大きくできるこれで。というわけで、この建物ですね、中身が急な階段の横にあるせいなのか、中身の構造が複雑なんですよ。よし。ふう。ん？あ、今なんだっけ。後ろから。ちょっと待ってください。カメラ持ってると、そうですね。なんか、嫌ですけど、なんか言われるかもしれない。あんまりこんな騒ぎながら廊下歩き回ってると。ポタファイ、今ポケットに入れてるんですけどね。なんだろう。戻りましたね。どこ触った。よいしょ。髪の毛。よし。ふう。なんとか。よし。ん？なんか傾いてるな。女性。いや、女性の他にもお客さん、男性の人もいたみたいですよ。さて。さっきワイショップで買ってきたこれ、ご主人サイクリストを野球の格好で帰ってきてます、ご主人。あと明日朝ごはん食べるつもりはないんですけど、一応なんか腹に入れとくためのこれ。やった、こんばんは。これバンビですね。バンビだけじゃ今寒いんで、いや、コミ別に入んなくても大丈夫ですよ。コミ芸にすることもないし、今後放送はあまりしないんで、モチブは。で、これ、下にフリース着た上で T シャツ無理やり着てるんですよ。で、フリースのこの、これ、襟が出てるっていう。ちょっと今、歩き回ってて暑いな。酒、いや、酒ですよ。モチサミットまで40キロぐらいあるんで、明日朝リンクしていこうかと思ってます。T シャツ間違ってます。どこものお仕置き、他の人と取り合いになる可能性が高いんですよね。まあダメだったらまあ仕方がないってことで。明日持ち放送、いや、なんか、なんとなく逆、私もそう思ったんですけどね。それだとバンビ見えなくなるんで、ナウイですよね。ナウイ。あれ？よし。モチーブ、どんぐらいいたっけ？モチブの今状況全然確認してないんですよ。あれ？しまった。よし。なうな。じゃあとりあえずいただきます。うん、風呂入りました。さっきのあの綺麗なお風呂。じゃあ、とりあえず今日私はなんか70キロ以上走った割にはそんなになんかいつもの疲れがないんですよね。まあジュースとして美味しいですね。これって何だっけ、ワインが入ってるんだっけ、トロリンピーチ&ワイン。あれですね、チューハイよりも飲みやすいですね。あとつまみも買ってきてますから、これは明日補給食にはならんよな。そもそも明日走んないしな。乾杯。イベントありがとうございます。お、先週の山で、ああ、そうかも。ダメですね、これは。うん、あ、開いた。よし。あ、
廊下の音がめちゃくちゃ聞こえるから足音がするだけで気になってしまう。で、こういうなんかと、手で持ちやすいものかと思ったら、意外と細かいですね。もう、だって民宿というか古いとこですからね、私こういうの好きですよ。で、あと、お風呂も、さっきのお風呂も微妙なんですよね。男性がお風呂、女性がお風呂入ってるときに間違って男性が顔を突っ込んでしまう可能性はかなり高いんですよ。一応中から鍵はかけられるんですけど、2箇所鍵かけなきゃいけない。さっきの出口2つあるから。カリカリ。さて、カロリーは？箸、そうそう、箸いいですよね。あ、そうだ、箸ある、そういえば。何が？あ、もう流れてる。これ買った時につけてもらったお箸があるんで、叩いて食べたら 叩きで。この部屋、ライトですよね。いただきます。で、私がこのスナック食って、なんか桃、ワインなんとかを飲む放送やったって仕方がないんで。足で、箸の持ち方芸だったらありますよ。過去に何度も見せてますけど、ハイスクール鬼面組だ、どっちだっけ？ハイスクール鬼面組の時だったかな？ 3 年鬼面組の時だったかな？という漫画のキャラクターの主人公が持つ箸の持ち方。これ過去に私放送で何度もやってますね。これ、この通り。前箸。そうですね。鬼面組。そう、一度ゼロって零ですね。外人、ああ、流れた。髪型。くせ毛っていうのは。結婚、あ、いや、それどうしようかな。もう寝ないよ。そう、今日早く寝なきゃいけないんですよ。明日、7時前の列車に乗るためには、6時半にはここで寝なきゃいけなくて。で、あと、朝、朝、気仙沼の港の様子ちょっと見たいと思ってるんで、それだと6時ぐらいでなきゃいけないですよね。ってことは、5時半ぐらいには起きておかないとちょっと厳しい感じですかね。あと、もし天気が良かったら地蔵っていう可能性もあるんで、6時半にはもう駅に着いといた方が、5時に。で、残りがまだ9分ありますね。明日天気、そうなんですよ。そうそう、あのイメージひどすぎるだろう。あれはない。ちょっと待ってください。明日の一関市、一関市、ファインド一関駅。明日の天気はこうです。この宿、いや、温泉じゃないと思います。多分、普通に沸かしてるだけですね。ボイラーの音が聞こえてきます。お湯出してると。もちろん10時からです。で、夢落ち。ですね。これ有料の、有料っていうのは、ここのことですか？ここは素泊まり4000円ですけど。午後から。餅は1皿300円です。ちなみに25店舗で出るって話だったんで、全部行ったら7500円ですけど、多分そんなに食えません。私は去年頑張って6種類ぐらい漏らしましたけどね、それでも半分ぐらいでした。午前中が、逆に雨でお客さんが少なくなった時の方が、食べやすくなるかもしれないですね。あと雨が降ったらどこで配信するんだって話もあるんですよ。25品無理。相方見つかってない。20皿、10皿無理だな。朝飯は豆乳スープだけ飲んでから行こうと思ってますけど。ああ、持ち帰り確かないと思います、ここは。あ、ここっていうか、モチサミットのやつは。
餅料理は寿命短いですからね。美味しい時間が。ん？午前中で。テレビの取材多分やってると思いますよ、もうすでに。なんかテレビでの PR もやったらしいので、地元のテレビ局で。ん？あら、ほら。はい、でも。疲れたらですね。あ、コーヒー、そうだ。もうそろそろ行った方がいいかな。さっきの女性がいるかどうか。これ全部一晩で食ったらまずいな。270キロカロリーありますから。テレビを神奈川から自転車で来ました。って嘘だな。それがただの嘘だな。よし。じゃあコーヒーサーバーのとこ行きましょうか。ん？それ？明日。今晩の分は多分ノーカウントです。ん？窓の他の、あ、外のコーナー、それもありましたね。真面目な飲み方、まずコーヒーかな。女性は。さて。テンションですかね。湯船どうだろう、人入ったかな。よし、これです。これがあのこの宿のバリスタ、ネスレバリスタ。あれ、先の鏡の話か。いろいろ書いてあるんですけど分かりづらい。というわけで、ですね、皆さんにあのコーヒーの作り方見せますんで、よく見といてください。コメントに配信、対応できなくてすみません。夜は無理ですね。まず、ボタンを押します。点滅開始。で、40秒待ちます。点灯に変わったらそこが狙い目。なんかこれポータルっぽいですよね。来た。でこれのこの光ってるやつのこうちょっと内側のところにあのボタンの押すところがあって、でコーヒー、ブラックコーヒー、これで選んで、スタート。こんな音したっけ、さっき。なんかプチュプチュとか言い始めた。あれ、さっきこんな動きしてたっけ。あれ、どうした、テレビが違う。
危ない危ない、はあ、というわけでおかしいな、あんなにガリガリ音はしなかったし、さっき作った時にはで、出てきた量も少ない、さっきより。どういうこと？あとあんなにくるくる回る演出はなかったと思う、はあ、水がないのか。あ、まだ回ってる。足音が聞こえる。足音聞こえる。水切れじゃないですか、これ。水かな。まあ、お湯切れかな。壊れてないと思います、多分。もう危ねえ。ふぅ。ちょっと汗かいた。窓の外見せるのすっかり忘れたけど、もう時間ですね。よ。というわけで、ふぅ。あ、危ない危ない危ない。ケーブルが切れるとこだった。というわけで、あ、そうだ。明日よろしくお願いします。